これピアニストがよく弾くフレーズですね。ギターでこれ弾く人あまりいないと思いますので、これ覚えてセッションなどで使えるとかなりどうやれます。これもおしゃれでかっこよく、僕のお気に入りのテクニック、押してくです。ぜひ持って帰ってください。ここでですね、動きのギャップを作ってるんですよね。皆様こんにちは、ギター講師の豊川裕也です。本日はですね、ミュージックジャムトラックスさんとのコラボです。イエイ。ところで皆様、普段練習にバッキングトラックは使っていますでしょうか？僕はと言いますと、バッキングトラックで練習するのめちゃくちゃ楽しくて、ついつい時間を忘れて弾きまくってしまいます。もはや練習なのかレジャーなのかよくわからない状態になってますね。バッキングトラックとはボーカルやリード楽器が入っていないオケのことで、それを流しながらギターを弾くことでバンドに合わせて自由にパフォーマンスをしているような気分になれます。そんなバッキングトラックをアップロードしているチャンネルの中でも、僕が数年前からとにかくサウンドが好きで何度も使わせていただいているチャンネルがありまして、それがですね、今回コラボさせていただくミュージックジャムトラックスさんです。ここのバッキングトラック本当におしゃれで心地いいんですよ。僕のめちゃくちゃお気に入りのチャンネルだったので、今回のコラボの話をいただいた時は本当に感激しました。海外のユーザーからも非常に評価の高いチャンネルなので、今回はですね、それに合わせてこの動画もテロップをあえてあまりつけずに、代わりに英語字幕をつけたり、海外ユーザーの方にも見やすい動画の作りにしてみました。という感じで今回の企画はですね、ミュージックジャムトラックスさんのおしゃれなバッキングトラックに合わせて自由にギターソロを弾き、僕自身のソロの弾き方について解説をしていきたいと思います。自分自身のスタイルについて解説することあまりなかったので、今回なかなかレアな動画になっていると思います。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいませ。このチャンネルでは皆様のギターの世界をより広げて、より自由で楽しいギターライフを送っていただくという目的で活動をしております。皆様ぜひチャンネル登録していただき、僕と一緒に日々楽しいギターライフを過ごしていきましょう。それでは今回も張り切ってレッツゴー。それではまずですね、今回使用するバッキングトラックに合わせて演奏をしてみます。お聴きください。サウンドですね。バックバンドが本当におしゃれですよね。ミュージックジャムトラックスさんのチャンネルからスムースジャズジャムバッキングトラックを使用しました。70万再生以上もされているチャンネル内でも非常に人気のバッキングトラックですね。ただ聴いているだけでも心地いいです。概要欄に元のバッキングトラックのリンクを貼っておきますので、この動画を見終えた後でぜひぜひ聴いてみてくださいませ。さて、そんなスムースジャズ系のオケに合わせて自由にギターソロを弾いてみました。それではですね、僕の弾いてる内容、僕が実際どんなことを考えながらこのソロを弾いているかを解説していこうと思います。いつも上げてる解説動画より若干難しめになりますが、もしここ使えるなーという部分や、おお、このフレーズいいな、いただきという部分ありましたら、どんどん盗んでいってくださいませ。それではまずですね、骨組みとなるスケールから解説をしていきます。今回はコードに合わせて様々なスケールブロックを使っていくんですが、一本の骨組みになるスケールはいつもと同じです。ペンタトニックスケールの縦のブロック、そして斜め横断タイプの動きですね。今回のバッキングトラックは C メジャーのキーなので、 C メジャーペンタトニックを中心に弾いていきます。まずですね、6弦8フレットからスタートをする C メジャーペンタトニックのメインブロック、この世で最も使われているペンタトニックブロックですね。そしてこのメインブロックを中心に大きく斜め横断していくタイプの動きですね。さらにこの12フレットよりも高いポジションはですね、この
ペンタトニックセカンドブロックを使って弾いていきます。この世で2番目に使われているペンタトニックブロックですね。実際にソロで使ってるスケールはペンタトニックの他にも C メジャースケールを使ったり、他にも様々なスケールを使って弾いていくんですが、骨組みはこの3つの動きだと思ってください。これらの骨組みに肉付けをするように C メジャースケールの他のブロックや他のスケールを使っていっております。なので今回結構難しい内容の解説もするんですが、大まかな骨組みガイドライン的なものはこの3つの動き、他のスケールを弾いたとしてもこのラインの上に戻ってくる、この考え方がですね、今後アドリブの幅を広げていく上でのとても大切な考え方になってきます。いつかこれもしっかり解説していきたいですね。それではですね、実際に僕が弾いたギターソロを解説していきたいと思います。まずは前半部分からいきましょう。まず最初のフレーズ、これはペンタトニックを使ったフレーズですね。一部分使ってるここの音、これはですね、メジャースケール上の4の音なんですが、チョーキング、このメジャーサードへのチョーキングと組み合わせることで C メジャー、 C サス4、 C メジャー、こういう定番的なコードのサウンドをフレーズで再現しています。これ非常に使いますね。僕も大好きなテクニックで手癖のように超使っています。今回のソロでもこの後たびたび出てきます。あとこの音の短さポイントですね。短く切る音と伸ばしてビブラートする音、このコントラストをしっかりつけることで生きたフレーズにしています。地味ですがこれ超重要。この辺は僕はドン・フェルダーやジョン・メイヤーなどをリスペクトして真似をしています。次ですね、ここもペンタトニックの斜め横断タイプを使っていっていますね。ここで出てくるこの音、5弦8フレット、これまた4の音で、その後のハンマリングでメジャーサードに行くことで、ここでまたCサス4からCメジャーというサウンドを作っています。次ですね、5弦2フレットメジャーセブンスの音入れることで、ここは一瞬 C メジャースケールのようなサウンドになっています。そして6弦2って一瞬使うこの音、これ B フラットセブンスの音ですね。何気にあまり知られていませんが、これも実はブルーノートの音なんですよ。一般的にブルーノートとしてよく使われるのはメジャーキーの場合はマイナーサードなんですが、セブンスフラットセブンということもありますね。こういう風にするとすごくブルージーですよね。なので C メジャーのキーで同じように使うこともできます。ここまでもう一度弾いてみます。では次いきます。はい、ここすごくジャージーなサウンドがする部分ですよね。ここの部分は理論的に少し複雑な話になるので、難しい話眠くなっちゃうんだよなという方はこのフレーズは飛ばして次のフレーズですね、この時間まで飛んじゃってください。ここはジャズの251というテクニックを使っています。すごくざっくり言うと、次の小節の F メジャー7に向けて一度少し不安なメロディーにしてから到達し、緊張と緩和を作り出すテクニックです。スプラッシュマウンテンの落ちるところを想像してください。ああいう感じですね。ジャズでは非常に多いテクニック。さらにですね、この G マイナーから C7 というのは音楽用語でセカンダリードミナントで言ったりするんですが、 B の音がこの音がフラットしていて一瞬転調したような響きになっています。それがまた非常に美しい部分ですね。有名なマルサ進行にも出てくるやつですね。このコード進行のここの部分、これがセカンダリードミナントですね。ここはですね、まず G マイナーのコードの時に B フラットマイナー7のコード分解を使っています。G マイナーでなぜ B フラットメジャー7なのか、今回は細かい説明省きますが、この2つは非常に似た属性を持っているコードなので、お互いにコードトーンが使えるんですよ。兄弟のようなコードだと思ってください。という感じで B フラットメジャー7のコード分解を使って上昇していき、帰りはですね、ここまでが C のミクソリディアンスケール、
Cメジャースケールの7番目の音がフラットしたスケールですね。これを弾いてからここオルタートスケールに一瞬入っています。これですね。まずミクソリディアンスケールはこれセブンス系のコードね、よく使われるスケールなんですよ。で2弦まで行って2弦5フレットのこの音を軸として、ここが一瞬、これがオルタートスケールですね。こういう風に上がって降りるだけで非常に怪しい音がするスケールですよね。これオルタートテンションという怪しい音をたくさん含んだスケールなんですよ。一瞬ですね、これを含んだフレーズで下がっていき、こっからですね。で最後4弦7フレット A の音、これは F メジャー7のメジャーサードの音なんですが、この音に着地しています。こういう風に一度サウンドを浮遊させてから安定する音に着地をする、これが251というテクニックです。使いこなすと一気におしゃれなサウンドが弾けるようになります。ちなみに僕はですね、ヤホリコウイチさんの251を100フレーズほど紹介しているビデオで昔これ練習しましたね。少し難しいんですが、一気に上級者っぽい音に近づけるフレージングの手法です。このあたりはですね、オンラインレッスンでも教えておりますので、ぜひぜひ習いに来てください。ここもう一度弾いてみます。次ですね。まず F メジャー7の部分、ここは F メジャーペンタトニックを使っています。ここにある斜め横断タイプのペンタですね、これを使って弾いていき、Em7 に入ったらスイープフレーズ、これはですね、この Em7 のコードの分解を使って弾いています。これにハンマリングで3弦スイープをした後5弦スイープで降り、こういう風にコードの形、この形の周りにあるコード分解をこう覚えておくと非常に便利ですね。一番最後の音、ここはまず人差し指の音を強めのビブラートかけてから10フレット小指に行ったら極めて短く切ります。この辺の緩急の付け方、冒頭フレーズでもそうでしたが、かなりこだわって弾いています。この部分ですね、もう一度弾いてみます。次ですね。ここはですね、まず入りが前の小節の4拍目裏からなので4カウントしてから入ります。1,2,3,4。ここは C メジャースケールの6弦8フレットスタートのこのブロックを使って弾いています。これをですね、 Dm7 このコードを意識して弾いています。この6弦制覇の Dm7 と7ストップの形、ナインスの形、これを意識して弾いています。ちなみにこれを D ドリアンスケールと言ったりしますね。この形を意識して弾いていき、3弦までいったらこの8フレットから9フレットの半音階をきっかけに C マイナーペンタトニックに入ります。これですね、3弦8フレットメジャーサードの音を入れたマイナーペンタトニック。メジャーキーなのにマイナーペンタトニック使えるの？と思った方いると思いますが、実はですね、使い方に気をつければ使えるんですよ。音がひっくり返って一気にブルージーな響きになるテクニックですね。ペンタトニックの斜め横断タイプを上昇していき、ここ1弦に入った音、ここルートの音なんですが、ここからマイナーペンタトニックメインブロックに入って弾く。そうすると簡単にマイナーペンタトニックに入ります。さらに人差し指から中指にハンマリングをする、ここがメジャーサードの音、この音を軸にして元のメジャーペンタトニックに戻る。こういう使い方が一番一般的ですね。僕は個人的にこのテクニックをペンタトニックリバース
と呼んでいます。なんかこういう技名をつけた方がかっこよくてテンション上がるというのと、かつ馴染みが出るので勝手にそうやって呼んでいます。使いこなせるようになるとギターソロの選択肢が一気に増えて、メロディーに深みが増すのがこのテクニック。いずれこのペンタトニックリバースについても動画撮っていきたいですね。ここの部分もう一度弾いてみます。ワン、ツー、スリー。前半部分はこんな感じです。普段解説してる6系のソロと違って、今回は僕が弾いたフュージョン寄りのソロなので、コードに合わせて弾いていったりと若干複雑ですよね。大事なのはですね、コードに合わせてそれぞれのスケールやコード分解を弾いてる時も、常に骨組みであるペンタトニックの斜め横断タイプを意識すること。これですね。例えばここの F メジャー7。これのコードの上でフレーズを弾いてる時も、いつでもペンタトニックに戻れる。Eマイナーを弾いてても、ここからでもいつでもペンタトニックに戻れる。これがですね、ソロを組み立てていく上で大変大切です。特にアドリブを弾いてる時などは、一本のガイドのようにこのペンタトニックを把握しておくと、途中で見失っちゃうという心配がなくなります。そういう意味で動画の一番最初にやったペンタトニックは、まさに羅針盤のように使えます。このイメージをですね、しっかりと身につけていきましょう。それでは、ソロ後半ですね。後半に行く前に一つ告知をさせてください。8月5日土曜日、原宿ラドンナにて、僕のアーティスト活動復帰ワンマンライブを行います。ライブに向けて新曲を書いたコンディションを整えていっておりますので、当日は最高の一日にしようと思います。予約は概要欄の予約フォームもしくはお店に直接電話予約、または僕の SNS の DM でも受け付けております。皆様とライブ会場でお会いできるのを楽しみにお待ちしております。それでは後半やっていきたいと思います。気合を入れていきましょう。はい、今回はですね、コーラではなくファンタメロンで気合を入れてみました。今多分僕の周りに緑色、フロリウムのコーラが出ていると思います。カカロット。それでは後半やっていきます。まず出だしですね、先ほどフレーズ最後の音、ここからスタートしていきたいと思います。ここはですね、ブレイクが入るんですよね。バンドの音が一瞬止まって無音の空間ができる瞬間、ソリストにとって最高に美味しい瞬間ですね。なのでここで美味しいフレーズをぶち込んでいます。これピアニストがよく弾くフレーズですね。ギターでこれ弾く人あまりいないと思いますので、これ覚えてセッションなどで使えるとかなりどやれます。パッと見複雑ですが、形と仕組みを覚えちゃえば意外とシンプルです。まずペンタトニックが中心にあって、その中のこの音、これ全てですね C のコードトーンなんです。これをですね左右の音で挟み込む、2弦だけ完全に半音階ですね。1弦に行ったらスライドで12フレットにグンと上がります。こういう美味しい動きはですね、とにかく何度も何度も繰り返して練習して技のストックとして持っておくと大変便利です。ちなみにですね、6弦からスタートをすると、こういうフレーズになります。これも興味あればですね、合わせて覚えてみてください。ここも一度弾いてみます。次ですね、ここは前の小節からシンコペーションでフレーズが入るので、4カウント後にスタートします。1、2、3、4。ここは C メジャーペンタトニックのセカンドブロック。さらにその同じポジション上にある C メジャースケール、これを複合させて使っています。ペンタトニックを中心に C メジャースケールの音をたまに混ぜるといった使い方ですね。特に入れの半音階、これめちゃくちゃ使い勝手いいです。他にもいろんなバリエーションがあるので、
こういうのとか、まあ、こういうのとかですね。ぜひいろいろ試してみてください。で、最後のこの部分、ここでまた C サス4から C メジャーへのサウンドが使われていますね。ここの部分をもう一度弾いてみます。では次いきます。ここでまた251フレーズが出てきますね。一度弾いてみます。まずですね、 G メジャー7から C7 のこの入り口まで G のドリアンスケールを使って弾いていきます。ここですね。で、この後最後の一拍でまたここのオルタードテンションの音を入れて弾いています。5弦11フレット C7 のフラットナインスという音ですね。これを一瞬入れて怪しい雰囲気を醸し出し、次の小節でハンマリングにより12フレットへ F のコードのメジャーサードの音に到着することで緊張と緩和の流れを作り出しています。こういうテクニック入れると大変おしゃれですね。ここもう一度弾いてみます。では次いきます。ここはですね、それぞれコードに合わせたペンタトニックを使っています。 F メジャー7の時は F メジャーペンタトニック、 E マイナー7の時は E マイナーペンタトニック、これを使ってカッティングパターンを作っています。まず F メジャーペンタトニックで弾いたら E マイナーペンタトニックに移ってこういう風に弾いていますね。ソロの途中にこういうカッティングセクションを入れるとですね、また新しいストーリーがそこに追加できて飽きのこないソロ構成が作れます。これ僕すごくよく使うんですが、おすすめです。そしてここの目玉はですね、なんといってもこの E マイナーの時のこのダブルストップスライド、ネオソウル系のギタリストがよく使うテクニックですね。マテウス・アサトがこの使い手で有名です。これもおしゃれでかっこよく、僕のお気に入りのテクニック、押してくです。ぜひ持って帰ってください。ではもう一度ここ弾いてみます。次ですね、ここはちょっとした早弾きですね。弾いてみます。ここは C メジャースケールのこのブロック、これを F メジャーのコード、このコードトーン、これをイメージして使っています。バックのコード D マイナー7と、これはですね、非常に似た属性、兄弟のようなコードですので、お互いのコードトーンがお互いのコードで非常にハマります。なのでこの F メジャー7のこのコード分解を骨組みにして音を追加していく、そしてこういうフレーズになっています。入り口からこの3弦ぐらいまでうっすらブリッジミュートをかけ表情をつけていきます。そして1弦10フレットまで駆け上がったら、ここで人差し指を11フレットに瞬間移動してポジションチェンジ、クロマチックで一気に駆け上がります。ここから C メジャーペンタトニックセカンドブロックにもう一度入ります。そしてこういうフレーズですね。1弦13フレット、ここまた4の音ですね。この後すぐにこういう風にメジャーサードへのチョーキング入れることでサス4からメジャーサードの動きをここでも作っています。こうやって分析してみると、このテクニック僕超使いますね。そしてこのチョーキングからスライド、これも結構お気に入りのテクニックで、いろんなバリエーションで使っています。例えばピッキングをせずに使ったり、半音階でこのブルノートの音を入れたり、こういう風な使い方ですね。それではこの部分もう一度弾いてみます。次で最後ですね、一度弾いてみます。ここもですね、メジャーペンタトニックセカンドブロックを中心として、またペンタトニックのリバースを使っていますね。このスライド後の
ダブルストップ。これをきっかけに、マイナーペンタトニックに入ります。ここにある、Cマイナーペンタトニックのセカンドブロックですね。これを使って、下がっていき、この14フレットへのハンマリングをきっかけに、またメジャーペンタトニックに戻ります。こういう感じですね。ここからメジャーペンタトニック。このセカンドブロックの15フレットから17フレットへのスライド。この間の音がブルーノートであるマイナーサードの音なんですが、このきっかけにマイナーペンタトニックに移る。この動きもすごく使えますね。ぜひ覚えてみてください。最後はペンタトニックを使って、このメジャーサードへのチョーキングから13フレットサス4の、これを繰り返し、最後はハンマリングからゆっくり上げるチョーキングで締めています。この最後の音、チョーキングも重要なんですが、その前のビブラートも非常に重要。素早く大きめの波でぐんぐん揺らします。からの、ゆったりチョーキング。ここでですね、動きのギャップを作ってるんですよね。この動きと、ゆっくりな動き。こういうのがエモさを出す大事な要素です。ではこのフレーズ、もう一度弾いてみます。一番最後にもう一度このソロを通しで弾いてみます。タブ譜の下にですね、フレーズの発想をテロップでつけておりますので、今回の内容を思い出しながらご視聴くださいませ。では行きます。はい、という感じでですね、今回はミュージックジャムトラックスさんのチャンネルとのコラボ、素敵でおしゃれなバッキングトラックに合わせて自由にギターソロを弾き、その内容を解説するという動画をやっていきました。僕自身がどういうことを考えながらギターソロを弾いているかという内容ですね。バッキングトラックがおしゃれすぎるので、自分の中のジャズギター的な要素がよく今回出ましたね。もしこういう僕自身のギタースタイルの解説また見たいなという需要ありましたら、今後もたまにやってみようと思います。ぜひコメントで教えてくださいませ。また今回使った素敵なバッキングトラック、これに合わせて自分もアドリブの練習がしたいという方は、概要欄にバッキングトラックのリンクも貼っておりますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。そしてその際、ミュージックジャムトラックさんのチャンネルも登録をお忘れなく。という感じで今回はここまでにしたいと思います。このチャンネルではこういう風にギターの上達に役に立つ動画を毎週土曜日の16時に投稿しております。皆様ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また先ほども告知しましたが、8月5日のワンマンライブですね、まだまだ席空いておりますので、どうぞ見に来てくださいませ。今回やったようなおしゃれなタイプの曲もやっていきます。また Twitter 等の SNS ですね、概要欄にリンク貼っておりますので、よろしければ覗いてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。